喉が乾いた。何か飲み物飲みたい。あれ、ダダンダン、どうしたの？喉が乾いた、喉が乾いた。喉が乾いたんだね。じゃあ僕がジュースを作ってあげるよ。え、本当？本当？うん、ちょっと待っててね、持ってくるよ。やったー。お待たせ、ダダンダン。はい、どうぞ。え、これって飲み物？うん、今から作ってあげるんだよ。え、どうやって？ちょっと見ててね。まずはコップを用意して、この中にジュースの粉とお水を入れるんだよ。本当にできるの？うん、できるよ。最初はいちごを作るよ。いちごの粉をコップに入れてくよ。こぼさないように上手に入れよう。よし、この中にお水を入れるよ。こぼさないように。おお、はい、いちごジュース完成。あ、混ぜるの忘れてた。混ぜ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 。はい、できたよ。次はオレンジを作ろう。オレンジの粉をコップに入れて、お水を入れて、最後に混ぜ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 。はい、オレンジジュース完成。次はメロンジュースを作るよ。お水を入れてかき混ぜる。混ぜ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 。はい、できた。メロンジュース。次はグレープジュースを作るよ。グレープの粉を入れるよ。お水を入れて、かき混ぜるよ。混ぜ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 。はい、グレープジュース出来上がり。最後はパインジュース。パインの粉をコップにうまく入れるよ。よし、お水を入れてかき混ぜるよ。混ぜ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 。よし、できた。パインジュースの出来上がり。わーい、ありがとう、アンパンマン。あ、ダダンダン、ちょっと待って。ストローを刺すよ。かわいいストローでしょ。わー、かぼちゃだ。召し上がれ。いただきます。ごく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 。うん、おいしい。こっちのダダンダンはグレープだね。こっちのダダンダンはメロンジュース。ごく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 。あー、僕も飲みたくなっちゃったな。何にしようかな。いちごジュース飲んでみよう。ごく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 。あー、おいしい。みんなも作ってみ
遊ぼう。バイバーイ。あ、ドキンちゃん、コキンちゃん、バイキンマン、何やってるんですか？食パンマン、おいさまたち、ちょっとお腹空いちゃって。あ、それなら、私いいもの持ってますよ。え、なになに？はい、どうぞ。コキンちゃんのパンでしょ？はい、ドキンちゃん、ありがとう。はい、バイキンマン。ありがとう、食パンマン、ありがとう、本当に。いえいえ、私も一緒に食べてもいいですか？うん、食べよう食べよう。でも、これじゃお腹いっぱいにならないな。もうちょっと大きいパンないかな。あ、みんな、アンパンマン、どうしたの？俺様たち、お腹空いて、食パンマンがパンくれたんだけど、もうちょっと大きいパンにならないかなって思ってるんだよね。あ、それなら僕が大きくしてあげるよ。え、そんなことできるの？うん、貸して貸して。うん、お願い。まずはバイキンマンのパンを大きくするよ。レンジの中にバイキンマンのパンを入れるよ。スタート。これで大きくなるの？うん、なるんだよ。チーン。あ、できたみたいだよ。バイキンマン、開けてみて。え、本当に大きくなったのかな。お、本当だ。俺様のパンが大きくなったぞ。やってやって、ありがとう、アンパンマン。いただきます。むしむしむし、うん、おいしいな。次はコキンちゃんのパン。え、アンパンマン本当に大きくなるの？うん、なるんだよ。レンジの中にコキンちゃんのパンを入れてスタート。大きくなるなんて嬉しいな。チーン。あ、コキンちゃん、大きくなったよ。取り出してみて。うん、わかった。本当に大きくなったかな。あー、コキンちゃんのパンが大きくなったよ。やったやった、いただきます。もくもくもく。あー、おいしい。アンパンマン、ありがとう。どういたしまして。次はドキンちゃんのパン。え、本当に大きくなるの？うん、なるよ。レンジの中にドキンちゃんのパンを入れてスタート。へえ、大きくなったらお腹いっぱいになって、やったやった。チーン。あ、なったわね。うん、ドキンちゃん、取り出してみて。うん、わかったわ。あ、ほんとだわ。これはドキンちゃんのパンね。ありがとう、アンパンマン。いただきます。もくもくもく。あー、おいしい。次のパンは食パンマンのパン。本当に大きくなるんですか？うん、なるんだよ。レンジの中に食パンマンのパンを入れてスタート。へえ、大きくなったらお腹いっぱいになって、いや、嬉しいな。チーン。あ、なった。食パンマン、取ってみて。はい、わかりました。どうかな。あ、ほんとですね。私のパンが大きくなりました。ありがとう、アンパンマン。もぐもぐもぐ。あー、おいしいな。最後は僕のパンも大きくしちゃうよ。レンジの中に入れてスタート。まだかな、まだかな。チーン。あ、できたみたい。わー、大きい僕のパンだよ。いただきます。もぐもぐもぐ。あ、おいしいな。また遊ぼうね。バイバーイ。ドキンちゃんのアイス屋さん。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。とてもかわいいかわいいアイスですよ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ドキンお姉ちゃん。あら、コキンちゃん、いらっしゃいませ。アイスを買いに来てくれたの？え、アイス？あ、かわいい。
ース一つちょうだい。ちょうだいじゃなくて買ってってよ。コキンちゃんお金持ってないもん。ちょうだいよ。もうしょうがないわね。じゃあどのアイスがいい？どれにしよう。ドキお姉ちゃんのおすすめでお願いします。わかったわ、任せて。コキンちゃんのためにかわいいアイスを作るわ。どのアイスがかわいいかしら。どれもかわいくて迷っちゃうわ。やっぱりミニちゃんにしましょう。コーンの上にミニちゃんのアイスを乗せて。一つじゃ足りないわね。もう一つ乗せてあげよう。スティッチにしよう。スティッチ乗せて、トッピングはやっぱりデイジーかしら。かわいいわ。よし、できたわ。コキンちゃんお待たせ。できた。わあ、かわいい。さすがドキお姉ちゃん、ありがとう。ペロ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 。あー、とってもおいしい。本当にありがとう。コキンちゃんが喜んでくれてよかったわ。また今度は買いに来てね。うん、わかった。ありがとう。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。なかなかお客さん来ないわね。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。とてもかわいいアイスですよ、ドキお姉ちゃん。あら、コキンちゃんまた来たの。今度は赤ちゃんマンも連れてきたよ。とっても美味しかったから赤ちゃんマンに話したら赤ちゃんマンも欲しいって。そう、赤ちゃんマン何のアイスがいい？ドキンちゃんのおすすめがいいでちゅ。そっか、じゃあとてもかわいいアイスを作るわね。お願いします。よかったね赤ちゃんマン。はいでちゅ。赤ちゃんマンのためにかわいいアイスを作るわよ。どのアイスにしようかな。あ、ニモにしよう。ニモのアイスをコーンに乗せて。一つじゃ足りないかしら。もう一つおまけにつけましょう。よし、トッピングはどれにしようかな。あ、トッピングはどれにしましょう。よし、できた。赤ちゃんマンできたわよ。ほんとでちか。わー、かわいいでちゅ。ドキンちゃんありがとうでちゅ。どういたしまして。ペロペロペロ。あー、おいしい。あー、おいしい。ペロペロペロ。コキンちゃん連れてきてくれてありがとう。よかったね赤ちゃんマン。じゃあ行こう。はいでちゅ。ドキお姉ちゃんありがとう。はーい。あら、またあげちゃったわ。今度は買ってくれないかしら。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。なかなかお客さん来ないわ。どうしようかしら。いらっしゃいませ、ドキお姉ちゃん。あれ、この声は。あら、コキンちゃんまた来たの。うん、あのね、メロンパンナちゃんにも話したら欲しいって言ったの。そっか、メロンパンナちゃんにもアイスあげて。わかったわ。メロンパンナちゃん、どのアイスがいい？ドキンちゃんのおすすめ。わかったわ、かわいいアイス作ってあげるわね。はーい、メロンパンナちゃんのためにかわいいアイスを作るわ。どのアイスにしようかな。プーさんのアイスをコーンに乗せて、ミッキーのアイスも乗せちゃいましょう。よし、トッピングはやっぱりデイジーにしましょう。できたわよ、メロンパンナちゃん。ほんと？あー、かわいいわ。ドキンちゃん、ほんとにありがとう。どういたしまして。いただきます。ペロペロペロ。あー、おいしい。ほんとにおいしいわ。コキンちゃんもありがとう。よかったね、メロンパンナちゃん。じゃあ、遊ぼう。うん。またね。またね。またあげちゃったわ。どうしましょう。全然売れないわ。あ、アイスが全部なくなっちゃった。ああ、
どうしよう、また遊ぼうね、バイバイ。ドキンちゃんもアイス食べたかったな。